ハディス・セフェロビッチは、スイスズール勢出身のサッカー選手。プリメーラリーが SL ベンフィカ所属。ポジションはフォワード。スイス代表。セフェロビッチは1999年に、地元のアマチュアクラブである FC ズール勢にてサッカーを、始めると、2004年に FC ルゼルンの下部組織に移った。3年後の2009年、セフェロビッチの能力を高く買った。 グラスホッパークラブチューリ立ヒによってスカウトされると、2009年4月26日、ヌーシャテルザマックスとのリーグ戦でプロデビューを果たした。2010年1月には、ルゼルン州の最優秀若手選手に選ばれている。2010年1月29日、セリエ A のアコフ・フィオレンティーナ遺跡が発表された。遺跡金は210万ユーロであり、リザーブチーム登録となった。 翌年5月22日、リーグ最終節のブレシアカルチョ戦にて、アレッシオチェルチとの交代でデビューを飾った。しかし、翌2011から12シーズンもトップチーム昇格は、叶なわなったため、2011年8月11日に、母国スイスのヌーシャテルザマックスに、レンタル移籍をした。2012年1月12日、ヌーシャテルザマックスへのレンタルを打ち切り、 セリエ A に所属していた US レッチェにハーフシーズンの契約で再びレンタル移籍を決めた。加入してすぐのインテル戦でデビューするもレンタル終了までゴールを挙げられずに終わった。2012から13シーズン、シーズン前半戦はフィオレンティーナに残留したもののレギュラー確保には至らず冬のマーケットでセリエ B のノバーラカルチョへレンタルされた。ノバーラでは 昇格プレイオフを含むリーグ戦、全18試合に出場して10ゴールを記録し、4月17日の a a スリボルノカルチョ戦では、キャリア初のハットトリックを達成している。2013年7月11日、レアルソシエダに4年契約で移籍した。8月16日、ラリーガのヘタフェ CF にて初先発すると、後半14分に移籍後初ゴールを挙げた。4日後には、 UEFA チャンピオンズリーグのグループステージが開幕し、ソシエダはオリンピックリオンと対戦したが、この試合でもセフェロビッチは、ボレーによって1ゴールを記録し、順調なスタートを切った。しかし、アントワール・グリーズマンやカルロス・ベラからポジションを奪えず、リーグ戦24試合で2ゴールと、満足いく結果は得られなかった。二千十四年八月一日、アイントラハとフランクフルトに移籍し、 三年契約を交わした。デビュー戦は DFB ポカール1回戦の FC ビクトリア1889ベルリン戦であったが、この試合の先制点を挙げ、ソシエダ時代と同じくデビュー戦で初ゴールを挙げてみせた。一週間後の SC フライブルク戦にてブンデスリーがデビュー。10月25日の DFB ポカールでの VFB シュトゥットガルト戦では、 イエローカード2枚によるキャリア初の退場処分を喰らった。2015から16シーズン、コンディションが整わず、昨シーズンはリーグ戦で10ゴールを挙げたものの、このシーズンはわずか3ゴールに止まり、クラブもリーグ16位フィニッシュで降格プレイオフに回ることになった。そのプレイオフでは2部3位となった 1FC ニュルンベルクと対戦し、第1戦は1から1でのドロー。 負ければ二部降格が決まる第二戦でセフェロビッチが決勝ゴールを決め最悪の事態は免れた。契約最終年となった2016から17シーズンも序盤はクラブのレギュラーとして活躍したが後半戦はスウェーデン代表のブラニミルフルゴタにポジションを奪われた。2017年6月2日セフェロビッチは昨シーズンのポルトガル王者 SL ベンフィカと5年契約を結んだ。8月5日、スーペルタスサ・カンディド・デオリベイラでデビューし、ジョナスと共に先発して、ビトーリア s c に3から1で勝利。自身も2点目を決めた。その4日後、ホームで SC ブラガに3の1で勝利した試合でプリメーラ、リーガデビューをした。同年10月には、元ベンフィカのレジェンド選手であるヌーノ・ゴメスから、 チームにとって必要不可欠な選手だと絶賛された。ベンフィカでのファーストシーズン、セフェロビッチはすべての大会を合わせて6得点したが、その後はジョナスとの2トップをラウルヒメネスに奪われた。2018から19シーズンは、ルイビトーリア監督の開幕時は、チーム4番手の立ち位置から覆し、25ゴールを挙げ、チーム得点王となった。リーグ戦では、セフェロビッチは、 ホームでの FC ポルト戦で決勝ゴールを決め、アウェーでのスポルティング CP 戦では先制ゴールを決めるなど、勝ち点につながるゴールを多く挙げた。2月14日に行われた UEFA、ヨーロッパリーグベスト32のガラッタサライ、SK 戦では2から1で勝利し、ベンフィカのトルコでの初勝利に貢献した。このゴールで、同シーズンの通算17ゴール目となり、 2019年には一時的に世界の全リーグを通じた得点王であった。リーグ戦で23ゴールを記録したことでリーグ得点王に輝き、海外リーグで得点王となった二人目のスイス人選手となった。2019から20シーズン、ブラジル人のカルロス・ビニシウスの加入により、セフェロビッチの出番とゴール数は減少した。翌年、ビニシウスが トッテナムホットスパー FC にレンタルされたことで、セフェロビッチはレギュラーに復帰し、得点王であるスポルティングのペドロ・ゴンサウーベースよりも一つ少ない22ゴールを記録した。スイス代表でのセフェロビッチ U-17、スイス代表では2009年に行われた FIFAU-17 ワールドカップで優勝を経験し、自身も5ゴールを挙げて大会得点王に輝いた。 その後ゴールを、うち一つは、決勝戦のナイジェリア戦で挙げた決勝ゴールである。2013年、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が、スロベニア代表戦を前に、セフェロビッチを招集する意向を示し、セフェロビッチ自身も乗り気だったが、後に、スイス代表もオファーを出したことで、より国際的な競争力がある校舎を、セフェロビッチは選択し、キリシャ戦でデビューした。 2013年6月8日、代表3戦目となったこの日の 2014FIFA ワールドカップ予選、キプロス戦にて負傷したヨジップドルミッチに代わって、ピッチに入ると、0から0での均衡を破る決勝ゴールを挙げ、代表初ゴールを記録した。2014年6月2日、オットマー・ヒッツフェルト監督によって 2014FIFA ワールドカップに臨むスイス代表に選出された。 大会初戦のエクアドル戦にて、後半25分から出場すると、2から1での勝利につながる決勝点を挙げ、勝ち点3獲得に大きく貢献した。2015年8月からスタートした UEFA ユーロ2016の予選では、10試合中8試合に出場して3ゴールを挙げ、ユーロ本大会への出場権獲得に一役買った。本大会では CF のポジションで、 レギュラーに定着したが、大会無得点に終わり、チームもベスト16で敗退した。2018FIFA ワールドカップでは、初戦のブラジル戦、第2戦のセルビア戦に先発したものの無得点が、続き、グループステージ第3節のコスタリカ戦ではベンチに、回った。それでもチームは、ベスト16に進出したが、1から0でスウェーデンに敗れた。2018年11月8日、 UEFA ネーションズリーグにてベルギーと対戦したスイスはセフェロビッチの代表初ハットトリックという助けもありグループステージ突破を決めた決勝トーナメントではベスト4のポルトガル戦に敗れ3、4位決定戦に回ったがここでもイングランドに敗北を喫し記念すべき第1回大会は第4位で終えた2021年5月 UEFA ユーロ2020に望むスイス代表に選出された。グループリーグ第2戦のトルコ戦でゴールを決め、チームの大会初勝利に貢献。決勝トーナメント1回戦のフランス戦では2-3と追い上げるゴールを決め、延長 PK 戦の末に勝利した。セフェロビッチの両親は、息子が生まれるまでボスニア・ヘルツェゴビナのサンスキモストに住んでおり、セフェロビッチ自身もこの地で生まれた。 ボシニ人であるが、1992年から勃発したボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の戦果から逃れるために家族揃ってスイスへと移住した。また、母親はトルコ系、父親はムスリム系の血を引いている。2020年12月28日、新型コロナウイルス感染症に感染したことを公表した。代表ゴール、ありがとうございます。